今日の久留米市は、埼玉県羽生市、道の駅羽生の、伊賀饅頭です。伊賀饅頭とは、こしあんの饅頭の周りに赤飯がまぶしてあり、見た感じ赤飯の中に饅頭が入っています。赤飯で包まれた形が、栗の伊賀に、似ているところから名付けられたのだとか、いう説があります。祭りや祝い事の時に作られた縁起物で、農林水産省主催の郷土料理100選に選ばれています。